絶対上達パーフェクトボウリング塾絶賛発売中です。合わせて新しい YouTube も配信しております。コバ TV と一緒にチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、小林哲也です。今日もももちゃんと一緒にレッスンやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。前回は構え方について、はい、お話しさせていただきました。はい、今日はちょっとももちゃんが気になるというか、はい、ちょっと今こう悩んでることがあるということなんですけど、はい、何でしょう？最後のフィニッシュの時に、うん、ちょっと体が起き上がっちゃう。うん、あー、わかる。そうで、まあ、でそうだね。そうなんです。それがちょっと悩みで。OK です、OK です。やっぱりね、体がな起き上がりやすい人は、前回の話と重複するんですけど、やっぱり親指の抜けもね、どうしても上がるので、はい、親指がこう上に上がりやすくて、引っ掛けちゃう方が多かったりとかして、リリースのポイントもバラバラになりやすいんですけども、そんなももちゃんに最近非常にいい練習方法がありますので、ちょっとこれを実践していただきたいと思います。はい、今日はね、ちょっと僕の方でやりたいと思います。はい、ちょっとレーンと逆で一回やりたいと思うんですけども、はい、まずこっちがファールラインだと思ってやっていただきたいんですけども、まあボールを持ちます。じゃあもうちゃんも一緒にやりますか。はい、まあ僕左利きなんで分かりやすい。ボールを持って、一方助走なんですけども、ちょっとこの構えた状態で前傾した状態ですね。はい。で、持つと重さ、ボールの重さ感じますか、はい、感じた状態でスライドしてください。そう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 。もう一回。構えた状態でスライド。これをすることによって、体重が突っ込みではなくて前傾の形を作りながら、下半身でしっかりとボールを押すことができるんですね。もう一回やってもらっていいですか？はい。スライドを、そう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 、いいです。もう一回。スライドを、はい。これをすることによって、体が上がらなくなります。まあもちろんこうやってボール持ってれば上がらないので、この状態をキープできますね。そうすると、足にしっかり体重が乗っかってるのがわかるかなと思うので、はい、これを3回くらいやった後に一歩助走。をやっていただきたいと思いますので、はい、ちょっと実際に、ももちゃんやっていただきましょう。はい、お願いします。はい。はい、ということで、先にね、僕の方で一回見本を見せていきたいと思います。まず、ボールを構えた状態でフィニッシュ。この体の状態を作っていただいて、スライド。この時、しっかりと体重が、左利きであれば右足、右利きであれば左足に乗る感覚っていうのを掴んでいただきたいと思います。で、お尻が残った状態で、スライド。もう一回いきます。はい。で、これでしっかりと、自分の感覚を確かめた上で一歩助走。こうすることによって体重がしっかり乗るようになりますので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、じゃあまずは構えてもらって、はい、それでスライドする形を作ります。OK。あと2回ぐらいいきましょう。はい。はい。もう一回いきます。はい。では、構えていただいて、一歩助走をやりたいと思います。今の状態を意識した状態で、一歩。うん。はい、ということで、まあ今日はね、練習方法ということでお伝えさせていただきましたけども、はい、やってみてどうでした？いや、もう全然違いました。やっぱ、動画見てても全然違うんですよ、はい。もうめちゃくちゃこの体勢がキープできてる。やっぱりこの状態っていうのを普段の一歩助走だとちょっと伝わりにくい部分があるじゃないですか。はい、本来一歩助走ってそういうところの意味もあるんですね、はい。前傾してる状態でしっかりとフィニッシュを作るっていう意味があるんですけども、なかなかこうボールがなかったりとか何もない状態だとうまくいかないんですけども、はい、今みたくボールを持って投げると、この、まあ、重さがあるのでね、はい、しっかりとこう残った状態でスライドできるので、いい練習になるかなと思いますので、はい、これはマストで取り入れていただいて、はい、多分そうすると体上がらなくなってくると思いますし、はい、リリースも安定すると思いますので、ぜひこういった形で、ももちゃんと同じような悩みの方、非常に多いかと思いますので、はい、練習の、一つにね、取り入れていただければと思います。はい、はい、ということで、今日は以上になりますので、はい、ありがとうございました。はい、また引き続きやっていきましょう、はい。ということで皆様、また次回も楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ここから始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18m 先の答え合わせ、oh, oh.
ここから始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18m 先の答え合わせ Oh oh 間違えてもいい Adjust してここから始まる Just got it 始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18m 先の答え合わせ Oh oh 間違えてもいい Adjust してここから始まる Trust youここから始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18m 先の答え合わせ Oh oh 間違えてもいい Adjust してここから始まる Trust youここから始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18m 先の答え合わせ Oh oh 間違えてもいい Adjust してここから始まる Just got it ここから始まる